あらら、バンカーの扉が開いてんじゃん。なんかここまで来ると、さあ、どうぞ遠慮せず入ってください。って感じで嫌だな。どうせもう、中はめちゃくちゃなんでしょ？でも仕方ない。これもお仕事だもんな。こう見えて僕は義理がたいやつなのだ。約束ごとはだいたい、2割4分3厘、くらいの確率で守るのだ。と、俺は実は人好きなんだよ。そんでですね、バンカーに行く前に、沼地のショートカットを開けに行きます。なんとなく、そこを先に開けといた方がいいような気がしたもんでわい。軍のテントか、誰かいるかもしんない。いるわけないよな。軍の人はいない。軍いない。軍ない。なんつって。カラスには受けたようだ。いや、バカにしてるだけかも。カラスは、生態系のスカベンジャー的役割を担ってる生き物だから、今回の災害で大繁殖するんだろうな。奴らは腐敗した肉、つまり動物の死体が大好きな生き物だもん。当分餌には困んないんじゃないかな。でも待てよ、感染者の肉を食って大丈夫なのか？いくらカラスと言っても、ゾンビウイルスに感染した肉食ったら、おかしくなっちゃうんじゃない？まあそれは考えすぎか。特に今んとこ変わった様子もないし。そんじゃバンカーに行くか、行きたくねえな。イアンバンカー、なんつってからに母。今回は、カラスにも相手にされなかったか。まあいいよ。ぼっちには慣れてる。別に孤独が好きなわけじゃないけど。誰も寄りつかないんだもん。しょうがないよね。一人焼肉、とか、一人カラオケ、とかなんて。はるか昔っから、僕にとっては当たり前の、行動パターン。だったもんで、そんな言葉が、メディアで出てきた時はびっくりしたもんだよ。そう考えると、僕って時代の最先端を言ってたんだな、母。あれ？おかしいな、なんで涙が出てくるんだろ。なんでよりにもよってインド、に逃げるんだよ。ほんと失礼を承知で個人的偏見を言わせてもらえば、インドなんて、すでにパンデミックの前から、ゾンビの群れがいそうな場所じゃんよ。あそこはいろいろとヤバそうな場所だぞ。Give me a sec. There's your way in. Be careful. I won't have eyes on you down there. You're on your own.なんとまあ、あっさり宮殿に入れちまったぞ。こりゃたまげたな。でもそれも当然か。警備システムなんて、とっくに崩壊してんだし、ブッチッパーは、物資がたんまりあるはず。とか言ってたけど、こりゃ望み薄だな。薄すぎて向こうの世界が見えそうだ。岡本の、0.01 ミリコンドーム、みたいなもんだ。あら、いいですね。とりあえずねよ。さて、宮殿の散策をするか。とは言ったものの、みんな必死こいてスタコラさっさと逃げ出した場所に、後からのこの子やってきたところで、大したものがあるとは思えないけど。穴に棒を突っ込んで、いじくり倒します。どうや？えいのんか？ここがえいのんか？そんなに、激しくついた。You there. How did you get in here? どうやって？いや、それは企業秘密です。それにしても、まだ残ってる生存者がいたんだな。驚いたよ。向こうも驚いたろうけど。なんと、通報されるどころか。侵入者の僕を歓迎してるぞ。まあ大体理由は予想がつく。人手が足りないんだよな。どこも一緒だ。だもんでどっかの国では、安い賃金でこき使える、海外実習生という名目の奴隷を新しく。おほん、この話はいいや、つまんないし。わかった。おとなしくするよ。Yes. Shame about this chap.He couldn't handle the horror, you see. Then again, maybe
he was more sensible than the rest of us. ここにサイレンサー付きの拳銃があるけど、しょぼいからいらないって誰かが言ってるような気がする。なのでいらない。そもそもさっきから役に立つアイテムなんてほとんどないじゃんよ。ヒット商品はこのスコップくらいだよ。もっと効率的に人を殺せる武器はないのかね。例えばとか。Sorry, I know these corridors are elaborate. But that's the point. These key intruders out. I suppose I should warn them. There are also a few infected roaming around in here. Used to be a neighbor group soldier, as you see. そっか、社畜から解放されて、ある意味自由人、なんだな。なるほど皮肉な話だ。うん？この人一人で何してんだ？避難しなかったのか？多分この人、腐敗病の研究をしてるんだろうけど、僕の雇い主がいるに、治療薬など存在しないし、人類の滅亡も避けられないから無駄だ、ってことらしいよ。実際ジュンジーの言ってたこともそういうことらしいし、今の状況を見るに、やっぱ研究しても無駄なんじゃないかな。でもあれだな、人間って何らかの希望がないと生きてけない。弱い生き物だもんな。僕もそうだ。希望がなきゃ今まで生きてこれなかった。僕はいつか宝くじか万馬券が当たって大金持ちになって愛人はべらせ、一生遊んで暮らせる日が来る。そう信じて生きてきたんだもん。そのことを両親に話したら、お前のそれは希望じゃない。ただの幻想だ。って断罪された上に、次の日カウンセリングに連れてかれたっけか。なんでだよ！I believe it's in the palace library. Which means going upstairs, I'm afraid. 本を取ってこい。ってことね。お安い御用だ。って、言いたいとこだけど、どうせゾンビの屈なんでしょ？簡単に持ってこれるなら、とっくに自分で取りに行ってるもんな。でもそうやって、少しでも人類の役に立とう、という気持ちで、孤軍奮闘するあんたの気持ちに応えようじゃないか。夢中でええ、ガーンバルキミーへ、エールを。夢中で、頑張る君へ、エールボよす、仮眠と荷物整理済ませたんで、本を取りに行くか。服用してるのバレたら、確実にブッチッパー激おこしこしこぶりぶり丸なので、みんなこのことは内緒だぜ。お兄さんとの約束だぞ。はい、お願いします。Well, sorry, but I must return to my work. Do help yourself to anything you need, won't you?I hope you don't mind the music, by the way. William Byrd, Elizabeth I's favorite composer, apparently. I find it helps me work, it's very soothing. ふーん、やっぱ上流階級の人たちの聴く音楽って、こんな感じのばっかなんだろうな。僕には一生理解できない世界だ。普段、インムマットばっか聴いてるからな。あとユータ。なんでもない無理無理無理うっとうしいわ。誰もいませんか。じゃあちょっと失礼して。ってやっぱいるじゃん。こいつらゾンビのくせに敏感だな。優作の乳首並みだな。俺の乳首舐めてくれよ。うわ、なんだ？三次界ゾンビがいるぞ。あのゲロの飛距離ときたらすげえな。おい、忘年会の隠し芸で使えそうだな。てめえ、エチケット袋ぐらい用意しとけやもら。まったくもう、酔っ払いは迷惑だけど、ゾンビになっても迷惑だな。そういえば居酒屋でバイトしたとき、客がゴミ箱持ってきてくれ、って言うから持ってったら、いきなりゴミ箱両手で掴んで僕のすぐ目の前で、つってぶちまけるもんだから、
危うくこっちまで行きそうになったよ。あれはトラウマです。勘弁してくれ。いや、それはしょうがないんじゃね。だってジョン D は5世紀も前の人物でしょ。その頃の科学者の予言を信じろって言われてもね。それにみんな日常生活で目いっぱいだもんで、いざという時のために準備しときなさいって言われても、そう簡単にはいかんよな。お金も大してない、ろくに有給も取れない。そんな人たちはゾンビになるしかないのだろうか。いや、すでにゾンビみたいなもんか。日本人の問題じゃないですか。そういう問題よ。解決したいがために、俺はね。うわ、気持ちいい。ああ、気持ちいい。これや、またゲロリーマンか。よし、このポンコツライフルでガス抜きするか。お、運よくヘッショが決まったっしょ。すげえっしょ、マジパネーっしょ。ウピ主は二十歳までおねっしょ。たまにさ、机の上に登って両手を突き上げてやったって叫びたくなることないですか。たまにあるでしょ。僕はないけど。なんだよ、普通こういうわざとらしい場所にはアイテムがあって当たり前だろうが、さっきからこんなんばっかだぞ。こうやってわざとらしく暗証番号書いてある場所にもどうせなんもないんでしょ。しけてやがんな。ここは本当に宮殿なのか。なんかがっかりだよ。僕が想像してた世紀末社会ってのはなんか強力な武器、例えば火炎放射器とかチェーンガンとか落ちてて、それで豪快に感染者たちを風破いながら投げ倒すってのを想像してたんだけどな。ひたすらスコップで掘ってるだけだもん。日雇い労働者と変わんないよこれじゃ。師匠、これは話違うじゃないですか。どうせだったらいかつい装甲車両とかに乗ってゾンビ引きまくってショッピングセンターとか占拠して、そこを要塞化して略奪弾と派手にドンパチとかやりたかったよ。そして最後は核爆弾でみんな派手に吹っ飛ぶ、そんなのが最高だな。こいつが福祉の改革っつうことよ。なんか HB の鉛筆みたいの拾ったけど、これなんだ。棒ガンの矢、弓矢、肝心の弓はどこにあるんだ。まあ後で出てくるっしょ。とりあえず本を見つけよう。本を持ってけばピーターがなんかくれるっしょ。科学者だからなんかド派手な武器とかくれるかもしんない。レーザー銃とかパルスライフルとかレールガンもいいね。ほんと、貴族ってやつは、僕たち下民には考えつかないような習慣を持ってるんだな。家の中で焚き火、なんて普通はしないもん。やっぱやることが豪快だ。ああ、いい匂いだぜ。これから毎日家を焼こうぜ。ああ、いけない。こんなことしてたんじゃいけない。ああ。おう、グラナータじゃないの。せっかくだからつこてみるか。一度投げてみたかったのよ。ファイヤーインザホー。あれ、なんか思ってたのと違う。随分と地味なんだな。映画のコマンドーとかだともっと派手だった気がするんだけど。ん、なんだそりゃ。ちょっと休憩して、中中のも、当分補給しないとな。そういや、なんか扉の横に穴る、じゃなくて穴があったな。ちょっと入ってみよう。穴があったら入れたい、じゃなくって入ってみたい。そう思うのが冒険者の心理である。うわ、超いらねえ。こんなもんより弾をよこせよ、弾を。弾が好きなんだよ。弾とか舐め出しましたよ。あ、僕好きなんですね。
む、ここはさっきの焚き火ルームか、なんか忍者屋敷みたいだな。ちょっと楽しいかも。